劇場版ウマ娘でちょい役で出てたオグリキャップに対するみんなの反応。ちょい役にするにはあまりにももったいなさすぎない？ウマ娘はちょい役にするにはもったいないキャラしかいない。主役の漫画があるじゃん。わかる人にはわかるネタ程度で収めないとキャラが立ちすぎなんだ。映像作品ではほぼ毎回ちょい役で出てくるぞ。時代的に全然前作主人公くらいの立ち位置だしそんなもんだろう。ちゃんと元となるエピソードあるからいいじゃん。こいつ活躍させたら主役食いかねないけどよろしいか？映画の時点でもう10年前に主役が終わってるから。まあラスボスの師匠枠みたいなものですし、カメオ出演程度でいいのだ。出なくていいけど、まあお前なら出てもいいか、となる？アニメだけ見てると競馬史上でも歴史的な名馬ってわからんな。ちょい役にしないと経歴が濃すぎるから。むしろオグリキャップの格をコミックス1シリーズだけで消費させてしまっていいのだろうか。シングレもアニメ化からの映画化させるべきではなかろうか。映像作品しか見てない人からだと大食い芸で小笑いを取る担当みたいに思われてそう。声付きだっただけでも十分やんけ。RTTT に出た以上、ちらっと映るだけでもおかしくなかった。ジャンポケの方の映画だと白米食えなくてかわいそうだったなぁ。一体誰のせいだろうなぁ。犯人探しはやめるんだ。喧嘩は良くないんだ。オグリキャップのおかげで現代の競馬があるみたいなもんなので。超大げさに言えばレース文化そのものにおけるセントサイモン。スターなんだけどそれと同時に親しみやすさとかフットワークの軽さとかもオグリキャップ号の魅力。実際スピゴルに出た時は完全に食ってたからな。同じ足毛のミラコは食べる場面ばかりだったのにオグリが食べる場面がなかった。もう食べ終わった後ですからね、食べるという過程すらも飛び越える怪物。ちゃうねん、ちょい役にせんとこいつ存在感強すぎるねん。だからどんな映像媒体でもずっと飯食っとるんやこいつ。シングレベースなのかはわからんが、いつかはオグリ主役で映像化するとは思う。キャラ的なフットワークは単独で動く上に親しみやすい人柄でむちゃくちゃ軽い。こいつにスポット当てたら全て持っていかれるからしょうがない。映画でオペラ王の有馬記念も見に来てくれてたの嬉しかった。サツキ賞からずっとずっと見守ってくれてるんだなって。ちょっと前に雑に食わせとけば背景に使えるみたいなこと言われてたような。割とそういう扱いが多いような気はする。前作主人公として完璧なムーブすぎた、主要人物の一人の憧れで居続けてくれたところ。どの媒体でも解禁賞なのにシングレ以外はモブに片足突っ込みかけてるくらいの扱い。競馬知らない人間でもオグリキャップだけは老若男女問わず知っているからね。それはさすがに主語がでかすぎ。時代を感じるかもしれんけど当時を知る者にとっては実際そうだったとしか言いようがない。これが冗談でも誇張でもなかったのよね。ウマ娘ではそうでもないが、リアル競馬におけるオグリキャップはヤバすぎる。競馬全然知らない同僚もオグリキャップの話は必ずしてくれるくらいの存在だからすげえよ。ちょい役もったいないとか言ってたらウマ娘化されてるキャラは大体もったいないみたいなところはある。G1 取ってる馬ってだけでかなり希少だしな。一定年齢以上の知名度はガチなんだなって思ったわ。オグリぬいぐるみが一家に一つあったのは事実。オグリキャップの物語を最初から最後まで書きたいからシングレ連載してるんだよな。オグリの凄さって経済効果や移行の影響力で明確に数値として出てるからな。日本競走馬の中でも1、2を争うほどの知名度とドラマ性があるんで、ちょい役じゃないと主役を食っちゃうんだ。ポジション的には初代ウルトラマンみたいな存在感だから出張りすぎると主人公たちを食っちゃうんだよな。シンデレラグレイ映像化してくれ。今回の作画でやってくれ必要だろ。どこで区切るかやな。制作に何年かかるかわからん。オグリキャップをちゃんと描くには1クールアニメではなくて大河の尺がいる。白い稲妻編だけでもいいからやってほしい。白い稲妻編までだと何はいるかな。笠松編パカチューブ先行配信4話くらい、テレビで白い稲妻編1クールでやれる？分割2クールで白い稲妻までならワンチャンいけそうな気がするんだけどな。
アニメ化しない理由が尺であるなら OVA 形式で山場だけ映像化するとかならありか。笠松コミだとさすがにきついけど抜くわけにもいかんよな。原作というプロットがある分作画と枠さえ確保すればなんとかすればやれる気がする。映画のド派手な演出で見たい気持ちは正直あるけど切りどころがね。けどさ、映画の作画と音響でこのシーンを映像化してほしいのよ。基本はアニメでやってラスト1年有馬記念に至るまでを劇場版でええんやないかな。オグリキャップは他キャラに比べても知名度あるしいけるんじゃね。アプリのセリフを使ったプリティなシーンをアニメで見たいわ。白い稲妻編の導入と考えると RTTT 方式向きではあると思う。忘れられがちだけど笠松編と白い稲妻編の間に中央編入編もある。映画やるならオープニングで笠松編ダイジェスト編入編プラス白い稲妻でいけるか。詰め込みすぎて意味不明なものになるよ。2クールで白い稲妻編までやるのがいいんじゃないかな。評判良ければ3強編制作決定で。アニメにするならカットしなきゃいけない箇所多かれ少なかれ出てくるのに大丈夫なん。改めてアニメ化企画が出ることは全く不自然じゃない。白い稲妻編の新生かなんでやねん。その辺までしか読んでないんか。最初からやるとして区切るとしたらそこってだけ。後の方が面白いのはわかるがまさか途中からやるわけにはいかんだろ。やらない理由あるとしたら再現のやる気じゃねえかな。というか切り札枠じゃね。原作売れててちゃんと作れば価値格なんだし。シングレとは別枠でオグリ主人公の劇場版やれば最初から最後までやれるだろうか。馬娘アニメとしてはわからんけどヤンジャンアニメとして見るならやってもおかしくない売り上げと人気。3周年のオープニングになぜかオグタマ出ててサビ以降も目立ってるから、オグタマ関連やるとは思ってる。もともとオグリ主人公無理論って1クールじゃ収めきれないって発言から来てるけど今ならもっとできるよな。ストライカのデザインはそのままでやってほしい。お姉様が増えそう。笠松編アニメ化されたらサウスヒロインちゃんの可愛さが知れ渡ってしまう。問題は権利問題をどうするかとかけたコストが商売として成立するかなのでその辺クリアすればなんとでもなる。シングレって600万売れてるんだし可能性はありそう。素直に白い稲妻編までにクールでやるのが一番やろ。その後のことはその後考えればいい。漫画とアニメで解禁賞のオグリキャップだよろしく頼む。こうやって見るとちょいちょい外羽の髪の毛がすごいでかくなるな。50代の親に聞いたらマジでぬいぐるみ持ってたらしくてビビった。スーパーホースだからな。競馬知らない頃は馬の種類か何かだと思ってた。公式の私の扱いが本当にひどいのだが、意外とアプリのイベント系では恵まれてないんだよな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。